ABC サイエンバード、先前介绍完朴元爱的方法解封的新闻，边左右就趁齐了。朴元爱已经解封了，那应该是托我的福吧。今天要来介绍的新闻是这个，最近进行的调查结果显示，在日本没有男朋友的女性比例有 79.1%， 没有男朋友的男性比例是 69.8%。 这份今年的调查结果比起来，比例大大的增加，日本人不谈恋爱的问题变越来越严重。关于这次新闻，就由我三院来一刀两断。一刀两断。まあこれはね、まあ、僕が話すことでもないんですけどね、恋愛離れを一番してるのは僕自身なんでね、ちょっと自分のことが好きすぎてあんまり恋愛をしてないもんで、まあ恋愛離れしてるっていうのは、まあ最近草食系男子とかアニメとか異次元の方にね走っちゃう男の子もいて、逆に三次元の女の子ちょっと無理みたいな、生々しすぎる。あとは恋愛したいけどなんかちょっと勇気が出ないとか、海外とかだとやっぱ男がすごいガツガツしてるじゃないですか。ってなったらやっぱ日本がねちょっとシャイすぎるっていう、まあ男がねちょっとこう弱気になっちゃったっていう最近の傾向がありまして、まあ恋愛離れ進んでるんじゃないかなって。でね、最近それでも日本でもいろいろこう出会いの場、あの出会い系とかもすごい発達しましたしね、マチコンとかね、知ってますか、マチコン、街全体で合コンするみたいな。例えば一つ地域を決めて、ここのお店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 って何箇所かお店があって、で知らない男女が参加して、まあ、そこで出会う、要はそのお店だったらどこでも行き放題っていう出会いの場がある。僕もね行ったことあるんですよ、2回か3回ぐらい。それは全然女の子に興味があるとかじゃなくて、あの日本に興味があって行ったんですけど、本当に。あとあれですよね、相席居酒屋ありますね。何よりしらを切ってるんだ。ここ2年ぐらいかな。でこれは何かっていうと、僕またこれもね2、3回行ったことある、本当に女の子に興味があるとかじゃなくて、あの日本に興味が日本に興味があって行ったんですよ。ここも例えばこれも男2人で行きます、しばらくするとあ女性2人来られたのでっていう感じで、女性2人が前に座って、でもそこでもう即席の合コンみたいなの、これが相席居酒屋。どうですか相席居酒屋。いやいや言ってるって。いやいや、アイスが美味しい、アイスが美味しい、アイスが美味しいそうです。あとあれだよね、日本語の勉強になるって。っていうような感じで出会いの場はいっぱいあるんで、もう恋愛できないってことはないと思うんですけどね、なんでしないのかな、めんどくさいんですよ、いちいち女の予定に合わせたりとかなんかいちいち LINE が来たりとか、もうそれがめんどくせえんだよ、だから付き合わねえっていう、あの僕の友達がいて僕がじゃないです。いつも既読するしてる、あれあいつでしょ、僕の友達がねするんだよね。再現はしない。ゲームとか綺麗なものがさ多すぎて理想が高くなっちゃってるっていうのもあるんじゃないかな。生々しさだって、こう人と付き合うってことはやっぱりこういいことばっかりじゃない、悪いことも起きるし衝突も起きる、喧嘩もする、でもそれもひっくるめて人と付き合うってことなのに、やっぱその嫌な部分ばっか見て、人と付き合うことを避けたり、そういうのは本当に良くないと思うんですよ。人と人がねぶつかり合って人でしょ、こうでしょ、こう支え合って人だから、このままじゃダメでしょ、こうでしょ、ねえ、ちょっと熱くなっちゃった。血と血が通った会話をねしないといけないですよ、本当に向き合わないと、直接顔を合わせないとダメなの、まあ、ダメなんですよ、こう映像だけで話してちゃ。ということで僕が言いたいのは、11月の全国ツアー来てください。